名古屋市中川区のシャッターが目立つ商店街。そこにひときわ目立つ存在の建物が。年季がすごい。破れてしまっている店舗用のテント。奥に続く道は真っ暗。そんな真っ暗の建物にどんどん吸い込まれていくように入っていく人たち。その先に隠れていたのは。うまい。こがないとそういう生きていけない。入りづらいかもしれないので、隠れた名店じゃないですかね。勇気のいる建物。しかしそこには魅惑の絶品料理がたくさん隠れていたんです。美味しい出会いはそこにある。入ってみると実はな店。隠れた名店、手がかりはこの提灯だけ。スタッフがいざ突撃。暗い。あ、でも提灯がついてますね。いいのかな。中からは楽しげな声が。こんにちは。いらっしゃいませ。一人なんですけどいいですか。どうぞどうぞ。いいですか。はい、いらっしゃい。何がおすすめですか。ラーメンだね。ラーメン。はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。お待たせ。美味しそう。めっちゃいい匂いですね。ああ、いい香りでしょう。いい香り。いただきます。はい、どうぞ。うまい。うわ。染みますね、このなんかスープの味。なんか懐かしい屋台の。そうそう、昔の中華そばやね。味だけではなく、お値段も時が止まったかのよう。実は一杯600円。さらに。大盛り料金取ってないの。取ってないんですか。取ってないですよ。なんでですか。まあ、サービスだね。店の名はたくちゃんラーメン。その名の通り、店主の名はたくちゃん。お客さん思いなたくちゃんが作る中華ラーメンは。誰もが注文する不動のナンバー1。ありがとうございます。飲み干しました。美味しすぎる。暗い道が続く建物。実はその奥には至福の一杯が楽しめる人気店があったんです。ありがとうございます。飲み干しました。美味しすぎる。他にも焦がし醤油の味わいがたまらないパラパラチャーハンや、ミンチと野菜がぎっしり、一つ一つ手包みする手作り餃子も人気の一品。たくちゃんの店では餃子が10個で400円と、こちらも昭和価格。たくさんとこ来るとたくさん食べたくなる。うまい。こがないとそういう生きていけない。こちらのお客さんはついつい。天津飯食べた？天津飯食べてないです。食べて。チャーハン食べたね。チャーハン食べました。あとね、食べてないですよ。あれは食べてないの？食べてない。いいんですか？いいんですか？本当に？食べていいんですか？もうビール飲めや、もう唐揚げの。外はサクッと、中はジューシー。人気の秘密は味だけではありません。この唐揚げも一人前の量がたっぷり10個。さらにこんなことも。12まあ適当だわ。え適当適当。粒がちょっと小さめのやつなんですけど、1個横に入れて。なるほど。唐揚げ丼食ってない。食べてないです唐揚げ丼。美味しいんですか。ありがとう。え？タムさん唐揚げ丼2つもしちゃってよ。おおってね。うわすごい。重たいよ重たいよ重たいよ。あ、美味しそう。普通に唐揚げ1万ぐらいあるやつを乗っけてくれてる。なんだ。カリッカリの唐揚げを秘伝の醤油ベースのタレでとろみをつけ、旨味を閉じ込めた一品。知る人ぞ知る人気メニュー。こちら驚きの600円。わ、おいしい。普通の唐揚げはさ、ここだとカリカリやん、うん、だけどこれになるとすごい柔らかさが出て、うん、ジューシーさがもっと増すんだよ、うん、でこれがまたうまい。たくちゃんが作る一押し料理を食べてほしい。お店愛のすごいお客さんたち、差し入れまでもらっちゃいました。お店に来る人はフレンドリーな方ばかり。これも店主の人柄に惹かれてのこと。なんかね、タクさんに聞いてもらうとすごい落ち着く。タクちゃんがいいんでいいんだってやっぱみんなが中には30分会話を楽しんでから注文する人も。注文せえへんよみんな。みんな喋ってる。で結局何食べるのって聞くと、うん、ちょっと待っとって考えようって。そんなもんだ。おもろいな。地元の人も多くやってくるたくちゃんラーメン。実はたくちゃんの店がある下一色商店街はおよそ70年前までは漁師町として栄えていたのですが、今ではお店を畳む人も増え、少し寂しげな雰囲気。人とのつながりも以前に比べると減ってしまいました。そんな中、たくちゃんは16年間年中無休でお店を開けています。今日は暑いでな。暑い。暑い暑い。同級生もそうなんですけど、来るとたまたま行ったりとか、いろんな人がこうお話ができる。地域の人の憩いの場に、お客さん同士が仲良くなることも。一回来たら友達だよな。そうね、そうですね。一回来たらもう仲間だよな。年齢、性別関係なしで。関係なしで。うん、出会えばみんな友達。たくちゃんとお客さんの愛情がにじみ出る一杯です。一方、名古屋市東区にはまるで正反対のような名前の店が。その名も人見知りうどん。独特な名前。お一人様専用の店なのかな。気になって中を覗くも、至って普通に見えますが、一体どんなお店なのか？入ってみると、実はすいません。いらっしゃいませ。カウンターの方どうぞ。やっぱり普通。すると商品名。どんなうどんなのか、注文すると出てきたのは。お待たせしました。人見知りうどんです。何これすごい。出てきたのは、揚げ麺でびっちり隠されたうどん。箸の方に持っていただいて、混ぜて召し上がりください。パリッパリの揚げ麺の下には濃厚な卵、そしてお揚げとネギがタレと絡みます。うまっ。揚げ玉とは違う食感でめっちゃ美味しい。もうなんかつゆって感じじゃなくて、なんかタレっぽい、こってり甘じょっぱい感じがめっちゃいっぱいいますね。さらに麺を食べ終わった後も楽しむ方法が。そう、ご飯を入れて卵かけご飯に。100円で熱々のご飯を追加。うどんのタレと濃厚な卵が食欲をかきたてます。さらにこんな悪魔的な食べ方も。すごいな。何ですかそれ？これは天丼です。天丼。エビが6個も乗ってます。6個。すごいですね。すごい。僕はこれをそうやって食べる。はい。入れちゃうんですか？はい。めっちゃうまいです。セットで注文できるミニ天丼を中へ。ご飯が出汁に染みて、エビもプリップリで、めちゃめちゃうまいです。ぜひ、これはマストです。マスト。いろんな楽しみ方ができる人見知りうどんは、お客さんから大人気。営業時間内に売り切れてしまうことも。でも絶対お兄ちゃん前食べた時美味しかったの？美味しかったよ。美味しかった。お客さんを魅了する人見知りうどん、その名の通り主役のうどんを隠すように提供していますが、本当の名前の由来は？めっちゃ人見知りだなって。大将があんまり喋ったことないですね。人見知りなんです。寡黙にしかない。ちょっと喋らないな。失礼だったらごめんなさいの。店主人見知りなんですか？まあ少しですね。慣れてこれば回数重ねていただければ大丈夫だと思います。まあちょっと人見知りだなっていう感じが自分の中であるんですか？あります。そういうのは多少あります。なんで店名に人見知りってつけたんですか？まあハードル、接客業になるんでハードルを下げる。まあ下がるし、それも知ってもらえるかなと思ったので作りました。逆に注目されちゃわないですか、お客さんに人見知りの人なんだみたいな。いや、今だいぶ間違ったなと思ってます。なかなか自分からは声がかけられない人見知り店主。でも一つ心がけていることが、それはお会計の時にお客さんの顔を見て挨拶すること。タイミングを見計る店主。ありがとうございました。美味しかったです。あれ麺を伸ばしてるんですか、上に立ってるやつ。春巻きの皮じゃないです。人見知りなのに喋ってくれる。貴重な。お客さんから話しかけてもらえて、なんとも嬉しそう。中にはある疑問を持っていた人も。お店できる前からもう半年ぐらい前からずっと思ってて、いつできるんだろうみたいな感じで、店名が出てからまたさらに半年だか1年ぐらいでしたよね多分。さらに店内にはこんな紙も。この紙はお店の外に貼ってあって、はい、でなかなかしてなかったってことですか？そうですそうです。3年ぐらいです、長くて。看板できて2年とかですね。看板できて2年。はい。なんでそんな遅いんですか？いややり方が分かんなくて、本当に技術がなかったので、それつゆ作ってみたりとか、醤油寝かしてみたりとかもやって。あ、それ練習期間が。あって、恥ずかしいもんで、僕夜中に練習しに行きました。ええ。そう、人が通りが少ない時とか。はい。そう、入るのを見られないように。あ、そうです。開店することは決めたものの、自分が求める味がなかなか決まらず、何度も納得いくまで味を追求。暗い店内で一人黙々とこだわり抜きました。そして3年の月日をかけて8月にようやくオープン。昼はバイトの方の力を借りて接客してもらいますが、夜はワンオペで頑張っているそう。心配なので見に行ってみると、まあそうですね、そうめんを3段目までそうめんを見て、幕下から博多を見て。ああ、へえ。どうでした？どうでした？今最近笑いをいただいてるんだけど、まあ大丈夫です。笑いもらってる。いただきました。あ、いろいろ語るのもいいってことですね。お客さんと楽しげな会話をしていて、なんだか一安心。人見知り店主、これからも応援しています。